10月2日東京六本木ヒルズアリーナで日本と韓国の文化交流の祭典である日韓交流お祭り2011 in 東京が開催されました。今回で3回目を迎えるこのイベントは共存共栄の21世紀をテーマに日韓それぞれの文化を体験できる催しです。ステージでは日韓の伝統芸やさまざまなパフォーマンスが繰り広げられ大いに盛り上がりを見せました。さらに東日本大震災の被災地の中学生による合唱、また日本在住の韓国人学生による合唱も披露されました。プログラムの最後には K-POP コンサートが開かれ5組のアーティストが次々に登場しました。オープニングアクトにはミス A、 セクシーでクールなダンスで会場を魅了しました。抜群の歌唱力を披露したのは日本初ライブのジェイセラ。ドラマアイリスの主題歌忘れないでを熱唱し観客に感動を与えました。難しいけど早くペラペラに話せるように頑張ります。これからも応援してください。コンサートの最後はガールズデーが登場し可愛くてパワフルなダンスを披露。ヒット曲キラキラを熱唱すると客席から大歓声が上がりました。